青山渚の迷わず渚。なぎっこの皆さん、こんばんは。青山なぎさです。イエーイ。この番組は迷わずに青山なぎさ自身の気持ちを素直に皆さんに伝えていこうというパーソナル系トーク番組です。皆さんぜひハッシュタグマヨナギ、そしてハッシュタグ迷わずなぎさをつけて X などでも実況しながら楽しんでいってください。マヨナギと迷わずなぎさは全部ひらがなでお願いいたします。ということで、今週と来週は5月16日の私のお誕生日を記念しまして、2週にわたって映像付きのスペシャル放送でお届けしたいと思います。やっはー、イエイエイ。すごくない？なんかいろんなものがありますね。卵、え、待って、これ本物？生卵。びっくり。てっきりなんかお遊びのさやつかと思ったら、ガチな生卵が置いてあるらしい。本物？パンが本物？嘘。そんなことある？今知った。はい、という感じでございます。すごっ。わーお。皆さん見えてますかね？にゃーん。いつもラジオだから耳だけでね、楽しんでる方ほとんどというか全員なんですけども、今日はぜひ映像付きで見ていただければなと思っております。今回はね、25歳最後のマヨナギ、そして次回は26歳最初のマヨナギということで、2週間の間に何かが変わるかもしれません。どうしようかな。最近はですね、お誕生日の前後、16日がお誕生日で、14日はバースデーイベントですね。青山渚バースデーファンミーティング2024がございまして、参加してくださった皆さんありがとうございます。ちょっとまだね、今の時点ではどうなっているかわかんないんですけども、楽しい思い出になったらいいなと思っております。そしてね、16日が誕生日で、その前後ですね、14日は青山渚バースデーファンミーティング2024がございまして、もうすぐですね、あと2日です。いやー、みんな楽しみにしててね。有料生配信の方もございますので、現地来れないよって方はぜひ配信で参加していただければ嬉しいです。そして16日の2日後、18日からはミュージカルナビレラの本番が始まります。いやー、頑張るよ。多分ね、12日、今日ね、未来の私はド緊張で、どうしよう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 、大丈夫かなみたいになってると思いますが、もう本番はバチバチに決めて頑張りたいと思いますので、ぜひ皆様来てくださいませ。今日はハッシュタグマヨナギとハッシュタグ迷わずなぎさをつけて、いつもだったらさ、すごいくだらないことを聞くことが多いんですけども、見て、今日はちょっとね、可愛い感じの服装で来てみたの。肩出しちゃって、イエイイエイみたいな。ということで、今画面に映っている私に一言お願いします。大喜利とは言ってないからね。何でもいいよ、感想でもいいし、大喜利でもいいし、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、最後まで迷わずお付き合いよろしくお願いします。青山渚の迷わず渚、スタートです。青山渚の迷わず渚。みんなから送ってもらったポーズのリクエストに答えよう、ポーズ渚スペシャル。イエーイ。普段は番組の最後にリクエストメールをご紹介して、放送終了後に番組公式 X で写真をアップしているポーズ渚のコーナーなんですけども、今回はね、せっかく映像付きの放送なので、皆さんにその撮影風景をご覧いただきたいと思っております。なんかね、なんでこうなったのとか、納品ミスですとか、そういうコメントをよく見かけるんですよね。納品ミスがどうやって行われているのか、どうしてそうなってしまったのか、それが分かる感じのものとなっております。じゃあ早速リクエストメールご紹介したいと思います。まずは、結構ストレートなリクエストが届いているそうです。なぎこのせいせいさんからいただきました。ありがとうございます。可愛いなぎちゃんが見たくて考えました。お、大好きなあの人に嬉しいサプライズを仕掛けようといたずらっぽく微笑んでいる小悪魔なぎさ。長いな。小悪魔なぎさだね。うんうん、オッケー。じゃあ撮りたいと思います。今から。え、小悪魔なぎさ、いたずらっぽく。はい、ポーズ。
どうでしょうか、確認したいと思います。おお。そして、あ、これでしょう。すっごうわー悪そう。それでは今撮ったお写真を皆さんにもお届けしたいと思います。どうぞ。続いてなぎっこのダイヤさんからいただきました。プクなぎことほっぺをプクッとするなぎちゃん、一定の需要があります。だって、おお、これはできるよ。ポッ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 、プクか。いいんじゃないですか。どうかなどうかな。お、いいんじゃないの。これ発注ミスしてないですよ。素晴らしい。それではお写真はこちらです。どうぞ。やればできるじゃん。なんでそんな上から見せたんですか。やればできるじゃん。いや、今回のリクエストは結構なんてやりやすいものがね多かったのね、うん。続いて。なぎっこのさなさんからいただきました。うさぎちゃん、猫ちゃんのポーズはあったので、今回はワンちゃんのポーズをお願いします。ワンちゃん、ワンちゃんのポーズってなんだ。猫は、猫なんかこんな感じ。犬ってなんだ。あて。嬉しそうな、嬉しそうな。あて。これどうですかね。すごいなんか柴犬がすごい嬉しそうな顔しながらお手して。これ犬かって言われたら犬じゃないな。ただ手触ってる人だ。え、これ発注ミスって言われそうだな。何どうしたらいい。犬？あ、分かった。怒ってる犬。もう触るなよって。どうでしょうか。チェック。ああ怒ってるわ。あ、いいんじゃないですか。多分世の中に出したことがない顔してる。初めて、初出し。この写真は撮ったことないよ。いいんじゃない。じゃあ見てもらう。あ、じゃあそれでは皆さんもご覧くださいまし。ふざけてんな。いいなかなかね。え。犬っぽいかは分からんが、お手可愛かった。ああ、ありがとうございます。え、じゃあそれも見てもらえますか。どうぞ。いいのか、いいのか分かんないけどね。犬かどうかは分からんかった。あ、ちょっと変わり種のリクエストも届いています。なんだなんだ。何かな。なぎっこの鬼丸さんからいただきました。なぎちゃんが好きな漫画の中から何か適当に選んで表紙に描かれているキャラのポーズをしてください。何の漫画の何巻の表紙か僕たちが当てます。任せろ。なんかないかな、使えるもの。ちょっとさ、一回確認すんね。なんで僕とあるんですか。ちょっと何でちょっとびっくりしちゃった今。細、なんか棒ないですかって言ったら木刀出てきた。そんな、え、今1分も経ってなかったよ。びっくりしちゃったよ。ちょっと待ってね。すっごい目パッて開いてましたね。怖い。ホラーだけど、でも私ってこんな目開くんだ。すごいよ、すごい。なんかおたまじゃくしみたいになってる。え、怖っ。わかるかな。ちょっと面白いんで見てください。どうぞ。ちょっと待って、やば。めっちゃわかる。本当ですか。じゃあみんなぜひ
あの分かったらマヨナギハッシュタグマヨナギとハッシュタグマヨワズナギさで教えてください。でもねすぐ分かると思う。これこの木刀がめちゃめちゃヒントです。よし次、番組で話題になったことや番組に関連したリクエストも届いています。お、なぎこのリプさんからです。番組に届いたおすすめの車に関するお便りを読んでいる時の青山なぎさで、なんこの大喜利みたいなやつ先からお便りを読んでる時じゃちょっとなんか紙とか持ちながらね、どうしようかな。じゃあ私がいつも車のお便り読んでる時ですね。こんな感じですかね。嘘つけだってあーすごい嬉しそうな表情してる。めっちゃ共感してんじゃん。あーいいですね。まずこちら見ていただきましょう。どうぞめちゃめちゃおもろい偽造偽造言われてる。これは発注ミスなのかな。今までさ、だって映像で皆さんにお届けしてないので、それが発注ミスかどうかなんてわからないですからね。やっぱ声優ですので声色だけはすごいなんかもうのぺっとして読んでるかもしれないけど、実はすごい目を輝かせながらやってるかもしれない。じゃあこれで続いてあるあるなワンシーンのリクエストも届いています。お、なぎっこのサムライダーさんからです。あ、うのって言ってないという時のポーズ。ほう、うのって言ってない時、指摘する時とか、ね、指摘する時か。よし行きます。ラストはハイポーズ。音声付き出てきてる。セリフ付き、うん、いきます。あ、ウノって言ってないどうですかねもうウノに命かけてる人こわさっきからさ、ちょっと目が開きすぎなのよねいいんじゃないですかね。それではどうぞやばい、でもクオリティ高いよ。臨場感あふれる写真になっております続いてなぎっこのリリカルトリガーさんからです。シャドーボクシングをしてるなぎちゃん、ジャブ、アッパー、ストレート、何でも OK です。何でも OK です。ジャブとアッパーとストレートの違いがわからない。アッパーはこう、うんうん、ストレートはこう、ジャブって何ですか。これか。よしよしよし、いきます。ちょっと待ってよ、全部目開いておこうかな知ってる。あ、待てよ、逆に言えば知ってる、シャドーボクシング知ってるだからもしかしたら撃たれてるかもしれないかわいい、かわいいけどですね。そしてあ、殴られてる、あ、殴られた、これは一人でやってんの意味わかんないなでも結構いい感じですよ。うんうん、それではどうぞやばい笑っちゃう。え、やられてる側は普通やらない、うん、ああ、そっか、シャドーボクシングをしてる人の真似か。まあしょうがない、やったことないからしょうがないはい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いつもねこんな感じで撮影が収録が終わった後にねスタッフさんと撮影をしております。爆笑でございますということで皆さんこれからも引き続き青山なぎさにしてほしいポーズのリクエストを送ってください。
以上、ポーズ渚でした。青山渚の迷わず渚ナイス。皆さんから届いたメッセージ、質問、日常の報告などのメールをご紹介するふつおたなぎさのコーナーです。早速読んでいきたいと思います。なぎっこのカズマさんからいただきました。ありがとうございます。4月29日に放送された早歌見ました。ありがとう、嬉しい。前回のラジオでかなり緊張したと言っていましたが、全く緊張を感じさせないめちゃくちゃ綺麗で透き通った歌声で感動しましたとのことです。嬉しい、ありがとうございます。続いてなぎっこのシャチさんからです。早歌見ました、ありがとう。披露されたあの星のようにはどこか切ないストーリーが感じられ、ナビレラの世界観の一部が伝わってきましたとのことです。ありがとうございます。続いてなぎっこのデコタンさんからです。早歌4時起きでリアタイしました、ありがとう。なぎちゃんの発声法がいつもと違い、ミュージカルってこんな感じなのか、こんな風に歌って踊って演技をするなぎちゃんを直に見られるのかと、ナビレラを見に行くのがさらに楽しみになりました。ありがとうございます。続いてなぎっこのスイタンさんからいただきました。 NHK 早歌見ました、ありがとうございます。唐突に出てきたさつまいも博2024のお写真には思わず吹き出してしまいました、わらありがとうございます。そうなんです、さつまいも博のねお写真に出ました。4月の29日に放送された NHK の早歌という番組なんですけども、今回はですね、あのイチェロク役の三浦博さんと一緒に出演させていただきまして、マジで緊張した。もうね、心臓が2つぐらい飛び出そうな感じ、そのぐらいね緊張しましたよ。初めてミュージカルの楽曲をね、テレビの収録で歌わせていただいて、さらに、稽古が始まって間もない、なんなら前日に初めてね、ちょっと面白い、これ面白いから聞いてほしいあのね、その番組の収録があった前日に初めて三浦さんにお会いしたんですよ。もう意味わからないじゃないですか前日みたいな。でこの楽曲は私歌わない楽曲なんです、ミュージカルの中では。で私が歌わない楽曲をまず歌わせていただけるっていう時点ですごいプレッシャーがあるのにもかかわらず、で三浦さんはレ・ミゼラブルとかいろんな舞台へ出られてて、私見に行ったことが何回もあるんですね。だからもう、おー舞台上の方がいらっしゃるみたいな感じの方と前日にお会いして初めて歌を合わせて、で当日にその今回はピアノとバイオリンの生演奏だったんですけど、それも当日合わせて、もうこの業界ってすごい速さで物事が進んでいくんだなっていうのをね実感した日でございました。緊張したよ本当に。でもなんかね、オンエアの映像を見たら、あのトークパートめちゃめちゃもうなんか借りてきた猫みたいになってたんだけどでもあのパフォーマンスの方はね、のびのびとやらせていただいて、すごいいい経験になりました。見てくださった皆さんありがとうございます。そしてですね、昨日ですよ、5月11日フジテレビのミュージックフェアに出演させていただきまして、みんな見た？もうやばくないはい、こちらはですね、ミュージカルナビレラからは、ドクチュル役のカビラチエさん、そしてイチェロク役の三浦博樹さんで、私ヘジン役の青山渚の3人が出演させていただいたんですけども、ナビレラメドレー初めてね、あの放送で歌わせていただいて、さらになんと私の大好きなミュージカルレ・ミゼラブルの民衆の歌まで歌わせていただきました。あーやばーい、やばくない、もう初めてですね、そのお話をいただいた時にみたいな、もうなんかどうするってなってましたね。本当に嬉しかったです。メンバーがまず山崎育三郎さん、もうこちらもなもうね、いやちょっととりあえず紹介しますね山崎育三郎さんに海保直人さん、村井亮太さん、そして三浦博樹さん、近夏美さん、そして大原桜子さんという、もう超豪華なミュージカル俳優の皆さんと歌わせていただきまして、もう
今回一緒に共演させていただいた方も、私何回も舞台見に行ったことがある演者さんだったので、もうなんていうのかな、個人的にただの成功したオタクみたいなあ、でも隣にいるみたいな、ああすごい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 、うんうん、もういかにオタクじゃないっていうのをバレないかみたいな、そういう気持ちでやってましたね本当に4年前の私からしたら考えられないことなので、あの日はねすごかったですね。でお写真とかも公式の方で撮っていただいたら、あれは家宝にしようかなと思っております本当に楽しかった。あとレミゼのね、妊娠の歌なんですけど、私一番高い音域のところを歌わせていただいて、レミゼの本編で妊娠の歌歌うシーンがあって、そこのところにない新しいパートを作っていただいて、高いのドシャープ2オクターブ上のドシャープ、もうウーみたいな限界の音をハモるっていうのをやってて、でそれをねリハーサルでいきなり楽譜をいただいて、あじゃあ青山さんはこちらのパートお願いしますって これいや待って待って、私出てないし分かんないしみたいな、そうそれでリハーサルでいきなりみんなで合わせますなんて、もうみのさん普通に歌えるわけですよ、うん、ミュージカル界やべえ私はもう必死にいただいた台本を見て、私はここのパート次はどっちに行けばいいのみたいな感じで、その主戦とかはさ、レミゼ大好きだから分かるんですけども、出てきてない新しいパートをいきなり歌うっていうのは結構難しいものがありまして、もうねメンタルやばかったでも本番はね本当に楽しく歌わせていただいて、もう多分私ウキウキした顔でテレビ出ていますので、なんかね録画してる方とかぜひ何回も見ていただければなと思っております。続いてなぎっこのどんちゃんさんからいただきました。 VV ことボイスビスタマガジンボリューム2への出演楽しみにしています。ありがとうございます。水色のお洋服とメガネと萌え袖と、そして何よりも満面の笑顔、すべて良い発売を楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。これはあれか、VV さんの公式 X があるんですけど、そこでゴールデンウィークぐらいに投稿されたオフショットですかね、かなあえてなんかアホ丸出しな感じのこの写真のことですかね。ありがとうございます。そうなんですよ、ボイスビスタマガジンボリューム2 6月5日発売なんですけども、すごいよ。ちょっとまだオフショット出てないお洋服がございまして、初めて来たのがもうすごい、なんていうのかな、どっちかっていうとグラビアとかじゃなくてビューティー系の化粧品とか、なんかファンデーションの CM の撮影みたいな感じで撮影したものもあって、すっごい楽しかった。楽しみにしててくださいということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございます。青山なぎさの迷わずなぎさ大好き。渚の迷わず渚、そろそろお別れの時間が近づいてきました。さてこの番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスはnagi@joqr.net nagi@joqr.net です。そして番組のアーカイブが文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルで毎週月曜に更新されますので、こちらもチェックしてください。そしてマヨナギ公式 X には番組情報の他にも、なぎっこのゆきち大好きさんからのリクエスト、25歳の青山なぎさの最高の笑顔の写真もアップされますので、そちらもチェックしてください。笑顔ね、これはいけますよ、これ納品ミスないですからね、うんうん、それでは青山なぎさ情報です。5月18日より上演のミュージカルナビレラに出演させていただきます。もうあと1週間ないですね。おお、ドキドキだー。ちょっと思ったんですけども、私がよくね感激するパターンとして、だいたい初日とか2日目に見に行くんです。で目に焼き付け、最後千秋楽とか千秋楽2日前ぐらいを見に行くっていう。そうすると途中で演出が変わってたり、ちょっとなんていうのかな、イントネーションっていうかね、言葉の言い回しが変わってたりとか、そういう変化が楽しめるっていう感激方法があるんでございます。ぜひ皆様、初日だけではなく
ラストの方、なんなら中間もね、全然あの毎回みんなアドリブ違って面白いシーンとかもたくさんございますので、ぜひ1回だけではなく時間に余裕があるよっていう方は2回ぐらい見に来てくれたら嬉しいなと思っております。お願いします。チケット情報は公式ホームページをご確認ください。そして5月14日火曜日、青山渚バースデーファンミーティング2024が開催されます。2日後ですね。今回ね、ちょっと面白いこと考えてるので楽しみにしていただきたいんですけども、こちらですね、有料生配信もございまして、あの現地来れないよっていう方はぜひ配信で参加していただければなと思っております。そして現地ではグッズの販売も行っております。現金とか、あとクレジットカード、IC カードとかいろいろあるんですけども、あの詳細はですね、こちらのバースデーファンミーティングの公式のホームページ見ていただけますと、いろいろ何が使えるよと書いてありますので、ぜひ確認してから会場に来ていただければなと思っております。さて、あ、もう一つ、ここでお誕生日企画、お誕生日特別企画のお知らせがございます。実は来週の放送は今週の放送からスタジオ内である10個の変化が起きます。皆さんぜひどこが変化しているかにも注目をして番組に参加していただきたいのですが、来週の放送はどこが変化したか分かっても SNS などに回答を投稿することは控えてください。なぜならば、あのですね、プレゼントがあるからです。はい、10個分かった段階で真夜凪の番組宛にメールで10個の答えを書いて送ってください。そして10個とも正解だった人の中から抽選で10名様にあの懐かしの公式非公式ステッカーをプレゼントさせていただきます。まだあるんですねなんと10名様限定ということでね、あのだからステッカー欲しいよっていう方は、なんか何、例えば なんかが消えてるとか、ここら辺のものが消えてるとか、卵が割れてるとかね、あるかもしれないから卵割って生卵2つみたいなそういう変化がね、10個スタジオ内で起こりますので、もし分かったとしても SNS には投稿せずに自分の心の中で留めておいて、お便りに書いて真夜凪宛に送ってください。楽しみだな、何にしよっかな、もうね、いろいろ仕込んでるんですよとっても楽しみ。来週もぜひね、あの映像付きでやりますので見ていただければ嬉しいなと思っております。今週予想するのはあり、あ、そうね、確かに何が変わりそうとか、何があるかな、なんか写真集の表紙が変わってそうとかね、そういう予想をするのは全然大丈夫でございます。ということでね、25歳最後の真夜凪、映像付きでお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。楽しかったかな。私はすごく楽しかったでございます。さて、次回26歳の青山渚でございます。いやー、なりたくないお誕生日は嬉しいけど年を取りたくないと葛藤している青山でございます。次も映像付きということでね、きっと楽しい回になると思いますので、ぜひ皆様見ていただきたいなと思います。あとお誕生日当日もね、せっかくでしたら SNS とかでお祝いしていただけるととても嬉しいでございます。それでは今回の真夜凪渚はここまで。お相手は青山渚でした。またねー。